はい、今日はですね、立ち上がりに○○をプラスすると効果的って話をやっていきたいと思います。はじめに、この動画はあくまでも試験です。医学的な正しさを保証するものではございませんのでご了承ください。というわけで、今日はですね、脳卒中肩麻痺の方への立ち上がり練習について考えていきたいと思うんですが、脳卒中の方に対して立ち上がり練習をすることって結構多いですよね。僕自身もこの経験はすごく多いです。で、一概にこれが問題だよねっていうのはもちろん当然ながらね、いろんな症状の方がいるので言えませんが、問題になることっていろいろやっぱりありますよね。で、立ち上がりの問題点として、今日はね、一例挙げるっていう感じなんですけど、例えば、麻痺がありますよね。脳卒中肩麻痺の方は、麻痺がある方いますよね。で、麻痺があると、例えば麻痺側がうまく使えないであったりとか、麻痺側の下肢ですよね、に麻痺があって、要は内反旋側とかになっていると、こう筋緊張が上がっていて、ちょっと低屈になってしまっているとか、その状態で立ち上がるのって結構大変じゃないですか。床に足の裏がついてない状態で立ち上がるのって結構大変であったりとか、あとは手本のリジットをつけている方もいらっしゃったりしますよね。手本のリジットで足の足関節が動かない状態で立ち上がりをしなければいけないっていう方もいらっしゃいますよね。装具をつけていればですけど。というような形で、足首が曲がらないっていう問題と、肩位が前傾しないっていう問題って結構多いと思うんですよ。で、この足首が曲がらないっていうことと、肩位が前傾しないっていうのは、シンプルに前に行けないので、立ち上がるときって大変になりますよね。で、この肩位と側部って意外とやっぱり問題になること多いっすよね。これは多いっすよねぐらいな感じなんですけど、肩位の前傾が出なかったり、側関節が背屈方向に曲がらなかったりするのって、結構この立ち上がりの阻害因子になることってありますよね。で、もちろん肩麻痺といってもいろんな症状がありますので、麻痺の程度とかね、いろいろありますので、一概には言えませんが、こういうことよくありますよね。で、今回読んだ文献がこちらの文献になっております。エフェクト・オブ・シットダウン・スタンド・トレーニングなんとかって書いてある文献ですね。これね、英語は読めないので、そこはね、すいません。で、この文献ですね、立ち上がりにテンスですね、をプラスしたトレーニングを実施したらどうなったかっていうのを調べた研究なんですけど、テンスってよく疼痛軽減に使われるやつありますよね。あれうちの病院にも置いてありますけど、結構ね置いてあるとこ多いですよね。で、最近ではというか、この疼痛軽減だけではなくて軽縮の管理にも使われることが増えてきているというところから、この、立ち上がり練習にテンスをプラスしたトレーニングを実施したというのがこの文献になっていて、結論ですね、このテンスを併用した立ち上がり練習では、軽縮、バランス機能、筋力の改善が期待できる可能性が示唆されたっていう結果になってたんですよ。で、やっぱりこの、テンス使うと、この軽縮とかがちょっとこう抑えられる可能性があるってことですよね。で、テンス、ここから完全僕の意見なんですけど、テンスって結構普及してますよね。僕の知る範囲ですけど、テンスって結構置いてある病院多いなっていう印象があります。うちの病院もあるし、何個か知ってる病院でもやっぱりテンスって基本置いてあるところ多くて、で、痛みにもねやっぱり使ってる人は多いとは思うんですけど、こういった立ち上がりに使えるっていうのはいいですよね。立ち上がりは本当よくやるので、組み合わせて実施できるんであればちょっとやってみたいなと思いました。もちろんね、もろもろ適用とか確認してからやらなきゃいけませんが、立ち上がりの時にどうしてもやっぱり特に肩の前傾が出ない人ってめちゃくちゃ多くて、こういう時に徒手の誘導だけではなくてテンスも一緒にこうやってできれば、でこれで非足の使用が促すことができるんであれば、それ非常にいいなと思いました。なので、ちょっとね、もうちょっと深く調べてから、ちょっと実際に使用してみようかなというところで、今日の発見という感じでした。というわけで、今日はですね、文献の話させていただきました。立ち上がり練習ってね、結構困ること多いですよね。なので、いろんな方法をいろいろちょっと調べてみるのもいいかなと思って、今日やってみました。はい。というわけで、僕の、YouTube でですね、文献の話ですとか、いろいろ臨床の話やってますので、よろしければチャンネル登録お願いします。では、最後まで聞いていただいてありがとうございました。失礼します。